どうも、野球バカチャンネル、ひなたです。ということでね、今日のカープ対 DeNA ベイスターズの2戦目、カープ、負けました！またかよー！おい！これでハマスタ、このカード2連敗ですよー。いやー、まあね、試合の方はちゃんと振り返っていきたいと思います。はい。まずね、今日のカープの先発ピッチャー、床田投手でした。前回は4回3分の1、5失点でね、なんかあんまり調子良くなかったんですが、で、今回はね、初回とね、3回に、3失点してね、まあ、この3回までで、被安打は6、というところでしたね。まあ、今日の床田投手のピッチングは、まあ、コースにはね、だいたい決まっていたんですが、高さよね。高さがもうほとんど打たれたボールはベルトから上のボール、というところでね、あんまり切れもなかったかなって感じにしました。まあでもね、主人はね、4回の表に聖也選手から始まる打順で、聖也選手がまずツーベースヒットを打って、で、その後後続もね、なんとか繋いで、ワンアウト満塁のチャンスを作りました。そこでバッターは、浩介選手ね。浩介選手の打っただけはファーストゴロ。あー、これ、警察クルーゼで1点かなーと思ったら、ファーストロペス選手が送球して、セカンドアウトね。で、倉本選手がね、投げたボール。これはね、ファーストベースカバーに入った今永選手が取れずに、これで2点、カープ取りました。おっしゃーって感じだったね、もうあの時は。1点しか取れないかーと思ってたんで、で、そこでまあ2点取れたのはね、良かったですよ。はい。その後のね、4回、5回は、しっかりとね、床田選手も無失点に抑えて、で、4回のね、裏のベイスターズの攻撃、ワンアウトでね、1塁2塁のピンチを招いたんですけど、1番、梶谷選手、2番、好調のオースティン選手と連続三振に取って、5回の裏もしっかりと三者凡退に抑えていたんで、いやーもう次回登板行きたいですね。4回、5回のようなピッチングができれば、次回も安心して先発マウンド任せられます。はい、というところで、良かったですね。で、しかし試合が動いたのは6回の裏。はい。この回、マウンドに上がったのは中田蓮投手ですね。今日1軍に上がってきた中田蓮投手なんですけど、先頭外選手を打ち取った後、戸柱選手にフォアボール。そして今日スタメンのカープ戦に強い倉本選手がライト前。これでワンアウトランナー1塁2塁。そしてここで代打、バッターに立ったのが、音坂選手ですね。この音坂選手が、ワンボールから2球目、高め、真ん中に入った、ツーシームをバチコーンと打った瞬間分かるライトへのホームラン、スリーランホームランで、これで6対2ですよ。わー、きついかな？今日も負けなの？中継ぎ打たれて、と思いました。はい。しかし、8回の表のカープの攻撃。まあ、この回も4番の聖也選手から始まる攻撃で、聖也選手打ってね、サード、倉本選手がポロッとしてね、ノーアウトランナー一塁。そこから松山選手、ピリラ選手連続ヒットで、ノーアウトランナー満塁のチャンスですよ。これ一発ホームランだよね。同点。はい。で、バッターボックスは今日、2安打すでに打っている磯村選手。なんですけど、磯村選手三振。で、その後の浩介選手も高めのボール球をハーフスイングで三振。で、さらには代打長野選手、打ったんですけど、セカンドゴロってことでね。この回、ノーアウト満塁、1点も取れずにね。はい、終えてしまいました。ここでした。ターニングポイントはここの8回表でしたよ。ここで1点取れないとね、なかなか勝てないですね。っていうね、まあ、今日のゲームでした。はい、お疲れ様でしたよ、本当に。で、まあ、そんなね、こんなゲームにも、ちゃんとポジティブポイントはあります。はい。8回に登板した島内投手ね。これは良かったよ。はい。島内投手、前回登板が先週の土曜日の登板ということでね、中6日空いてたんですけど、なんか先発ピッチャーのようなんですけどね、この登板感覚は。まあなんですけど、7番から始まる下位打線、戸柱選手をキャッチャーフライ、そして倉本選手、音坂選手と、2者連続三振打ち取ってたんで、ね、まあこういうピンチングはね、追加のも継続してほしいですよ。はい。まあ、そんなもんすかね。打者の方もね、磯村選手が2安打打ってたんですけど、まあ、一番大事なあそこのノーアウト満塁で三振ってなるとね、ポジティブには入らないかなって感じですね。はい。ということで、今日ちょっと不安だね、逆にネガティブがね、堂林選手。はい。今日堂林選手5-0で、三振が4三振だったんですよ。で、中でもね、ストライクからボールになる変化球を振って空振り三振というところが多かったんで、ちょっと前までの堂林選手戻りつつあるかなみたいな。まあ、まだね、この試合だけじゃ分かんないですけど。明日注目ですね。
しっかり修正してほしいなと思います。はい、ということで、明日のカープの先発は、遠藤選手。はい、僕と同い年のね、遠藤選手なんで、若手のピッチャーがしっかりと連敗を止めてほしい。ベイスターズは平選手ですね。平選手はね、調子いいんですけど、はい、なんとか勝ってほしいカープ。ということでね、今回は、はい、この辺で、明日は本当にね、遠藤選手、頑張ってほしいね。ということで、やっぱり決定、今だ。はい、お疲れ様でした。バイバイ。